DAW レッスン堀田です。鈴木です。今週のプラグイン動画、はいはい、第2回、はいはい、堀田先生による今回は VHL3C っていうブラックルースターオーディオを紹介しようと思ってます。はい、はい、前回はプロ級ってあのマルチに活躍できるタイプのね、うん、1級だったっていうのもあったので、はいはいはい、今回は逆にあの、まあ、値段もリーズナブルどころかフリーですな。これは私正直言いまして、はい、このプラグイン知りませんでした。てかうちの Mac に入ってるのを知らなかった自分のものなのにおかしくない一応書くまでもねあるかね。そう、僕もねあの、うん、知ったのはこれ最近です、実はあれなんかアンプとか入ってると思って。ああそうなんだ。そうそうそう、フリーで入ってる。たまたまなんかそのインストールの時にねポロッと入ってきた何かだったのかなだと思うんですよ。はい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 。なんですけどね、フィルターって使います？鈴木さん使わないっす。ね、使わないですよね。僕もあんま使わなかったんですけど。あ、そんなことないな。73系のローカットフィルターはギターとかで、うん、あのレンジ狭めたい時には使ったりしますね、うんうんうん、あのイントロとかで下抜きたいとか、うん、よくあるじゃないですか、うんうん、あの時にはニーブ系のフィルターを使いますね、うん、はいはいはい。似たようなことがこいつでもできるんじゃないかと思い、はいはいはい、そうそうそう。なんかちょろっとそのサイト見た感じ、うん、まあ、50年代の、まあ、EQ のフィルターだよみたいな。50年代というとパルテックっていうことになるのかな、うん、っていうことを言ってるらしく、まあ、色味的にもそうそうそう、色付けができるんじゃないっていうふうに、まあ、思ったわけですよ、それを見た時に。うーん、まあ、なるほど。ただなんだろう、フィルターするだけだったら別にビルトインの EQ でキュッて下げてもいいんじゃん別に。はい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 。っていうので使っていけたらいいんじゃないっていうのがあって、今回はこれです。実際どうなった後で使ってるんですか？一回、まあ、まだガッチリ使い込んでるわけじゃないんだけど、はいはいはい、まあ、ギターのそれこそ下削ったりとかするのに、うんうん、使ってみたりとかっていう風にしてたりとかしてた。あと、なるほど。もっと分かりやすく、分かりやすくもないか、リバーブのプレートの、はい、あー色付けで暗くする感じにしたい時にリバーブの後ろの段、うんうんうん、リバーブかかった後のやつにハイカット入れちゃう。そう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 、ハイカット、まあローカットも少し入れてとかっていうふうに使ってみたら結構良かったんですよ、うんうん、なので、え、これは、うん、ロートハイだけ。そう、ロートハイだけ。おー、ザシンプルですね。いや、うん、まあフリーだからねっていうこともあるのかもねっていう、うんうんうん、で、あとはそのね、オーム数がここで変わるよ、まあ要は変わり方が変わるよっていうことになるよね、うん、抵抗値が変わるっていう。そうそうそう、うん、本当なんかまあ、鈴木さんのプロジェクトをちょっとお借りして今入れさせてもらってるんですけど、ギターかな今入れてるのは。で、まあここがインアウト、インアウトというか、まあ、入れる感じないかですよね、はいはいはい、かけていくとまあさーっとなってくるから、うんうん、っていうような感じで、うんうんうん、それはあの抵抗を変えるとちょっと雰囲気が変わって聞こえるのも、カーブが変わりましたね。そうですね、ちょっとあえて200ぐらいまで上げちゃって、うんうんうん、がっつり切りたいのかどうか。そう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 、コンプでいう2ですね、うん、みたいな感じになってて、はいはいはい、使いやすいんでないかなと。これ戻るときどうすんだっけ、うんうん、え、どっかから戻さなくても大丈夫、これループになってるからそのまま再生しとけばっていうような感じで使えてるような、もうまあほんとザシンプルなんだけど、あーでも今聞いててニーブ系のフィルターとは全然違うと。なんだろう、まあ一緒ではないと思う、うん、そういうんじゃなくて色付けとしていい感じになりやすいんじゃないですかっていう。まあそうかもね、確かにそのあれにいいかもしんないっすよ。ソフトウェアのアンプシュミレーター通す時の、うん、プリエフェクト、うん、シュミレーターの前の、うん、そうだね、で上切っちゃうとか。なんか今のとこつなぎ怪しかったですねそこは僕じゃないよ知らないよ単純に今オンしてる状態とオフしてる状態でもう、ああ下が結構違う。で、なんかちょっと変わって聞こえるよね、うん、いやでもこれだけでも別に持ってて損ないんじゃないっていう。これはあれですか、アカウント作ったら入る系なのかな。多分そうなんじゃないかな。僕そのテープ買った時についてきたのかな、うん、まあでも元々フリーだったはずですよこれ。ああそうなんですね、うん、すごいじゃんと思って、作りいいじゃんと思って、はいはいはい、そう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 、まあ、ここあれですもんね、パルテックの EQ も出してますもんね。うん、まあそのつながりもあって、うんうん、ね、そのスキル見せの意味でのフリーもなのかもしれないんですけど、はい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 、うん、
いいかなと思って今回はこれを紹介してみました。はい、そうなんで個人的にはその、うん、プレートのその後ろにつけて、うんうん、あえて曇らせて、まあ、ダークな感じって言ったらいいんですか、うんうんうん、クリア方向じゃなくて少しくぐもった感じにさせて奥に置くときに、はい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 、うん、一番いいんじゃないかなと今思って使っているのがあります。まあ、あと簡単そうですね、うん、まあ、簡単にもほどがある、そう刺してあの、うん、ちょっとグリグリしてみていい感じかなってところで止めて、はい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 、はい、で下げていくっていうこうあれですね、あの堀田先生お気に入りの、うん、H ディレイのハイパスみたいなイメージ、ね、うん、あ、そうですね、その感じはあるかもしれないですあの感じだね、うん、なんかねそのちょっと変化を出したいとかでもいいんじゃない、はいはいはい、って思います、うんうん、あのいっぱいプラグイン持ってない状態でってやっぱ最初はそうだと思うんだけど、うんね、そういう時とかに、それこそギターのそのねプリンのところに入れてあげるとか、うんうんうん、でしてもいいのかなと思うし、確かに DAW 純正でこういうフィルタープラグインって確かにあんまないかもしれないと思うんですよ、うんうんうん、そのいわゆる総合的なやつはあったとしても、うんうん、パンと使えるなんか伸び回しただけでとりあえずいい感じになるであろうってやつ、はいはいはい、ものっていうのがなかなかさっき聞いた感じだと結構がっつり切れてますよね。うん、がっつり切れてると思う、スパッと、うん、だと思うので、割と多分 DAW 付属のチャンネルストリップ KEQ ってそんなに切れないじゃないですか、うん、ぶっちゃけそうだね、なんかある意味でこっちの方が切れやすいかも匂いは残ってませんかみたいな感じってあるじゃない、うん、なんかその言い方難しいけど、取り切れてない感じがね、うんうんうん、あるよね。だからそのもう必要ないやつ、例えばさベルとかでもそうじゃん、あの、はいはいはい、ベルとかこれより下はいらんいらんってやつをガツンって切るときはこういうの使ってもいいんじゃないですか、うん、っていう感じですかね、はいはいはい、っていうので今回はブラックルースターオーディオのね、確かにこういうなんて言うんでしょう、アナログプラグイン系、アナログモデリングプラグイン系って、うん、目で見えている数値と音が必ずイコールにならないじゃないですか、うん、だと思います。そこがいいですよね、うん、逆に視覚情報に騙されない、そうだね、なんとなくこれでいいんじゃないっていうやつでやれていけるのって、うんうんうん、この段なんですか、あのステップ型って言ったらいいんですか、こういう、はいはいはい、もう周波数決めるだけみたいなね、そうそうそう、先人の知恵が詰まったこの数値だと僕は思ってるんですよ、はいはいはい、なんか大体この辺使うだろうみたいな、うんうん、とか使わないだろうとか、うんうんうん、っていうのがある程度メドとして立ってるから、まあ、プロ級の場合逆に自分でフルでね、フルオート で、ね、マニュアル車ですよねあれね、こっちオートマ車のイメージ、そういう意味ではカコンって入れれば勝手に入るみたいな、使いどころはあれでもちろん考えなきゃいけない、 4AT みたいな感じだね、そうここかなみたいな、うんうんうんもうちょっとかなって時に迷わなくないですかっていう、はいはいはい、最初はそれ本当結構僕嬉しかったので、うん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 、あのご紹介できたらと思って今回はこれにしてみました。はい、はい、まあまあぜひ使ってみてもらえればと思います。まあフリーなんでねそうですね、うん、さらっと入れて、あこれやっぱいらねえわと思ったら外しちゃっても全然もちろんいいと思います。はい、はい、というわけで今回は、ブラックルスターオーディオの VHL3C というものを紹介してみました。はい、第3回目は鈴木先生、また私のターンです ね、そうですね、はい、はい、楽しんでいただければと思っております。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。